はい、今日はなんだっけ、人参鍋。人参鍋。人参鍋後の締めのリゾット。リゾット。リゾット。はい。でもただのリゾットではない。はい。うん、ただはなんと。藤井牧場さんのチェダーチーズ、こちらですね。美味しいです。美味しいんですよ。ぎこちねえな今日。大丈夫です。このチェダーチーズを、あ、何、おじやにして上にチェダーチーズを入れてひと混ぜしたみたいな。リゾット。え？リゾット。リゾット。おじやじゃなくてリゾット。おじや。おしゃれです。おしゃれです。人参はベータリックで、はい、よろしくお願いします。はい。はい。ますよ。あ、よって。オープン。うまそう。あったまりそう。チーズが溶けてる。はい、どんどん行こう。ズーチーですね。すごいすごい。曇るよ。あ、これ絶対美味しいやつだ。あ、火止めるね。はい。リゾットですよ、リゾット。あ、人参入ってる。ね。人参入ってる。はい、これはうまそう。ほら、はい、これは美味しそう。熱そう、はい、はいはい、ちょっとチーズ入りすぎたかな。この見た目からして濃厚ですね、うん、これは。うわー、ゆっくり、うん、藤井牧場さんのね、このチェダーチーズがまたうまいんだよね、はい、チーズ結構強めに入れた、はい、チェダーチーズがっつり入れました。はい、はいはい、はい、じゃあ取れました。はい、はい、じゃあベータリッチ人参鍋後の、チーズリゾット、いただきまーす。絶対熱いよね、これ。うん、もうとろり。熱っち。あっこ。いい香り。うん。あ、いい香り。すごいね。うわ。ミルクのすごい濃厚な香りがする。うん。美味しい。ですね。味噌とチーズと、このしょっぱさいい。チーズのしょっぱさ。あ、チーズのしょっぱさ。うん。味噌とチーズ合うね。合いますね。これチーズだけですか？鍋の後の。チーズだけです。チーズだけです。やっぱ何、味噌をちょっと多めに、しょっぱめにするのがポイント。ポイントは。人参の味噌が出るから。ニンニクを今回多めにした。あ、効いてますね。もうね、人参のうまさと、うん、味噌の美味しさと、うん、もうチーズの、ね、濃厚な美味しさの、うん、コラボレーションやー。出た。幸せだ。美味しい。運動会やー。チーズの運動会やー。いやー、もうこんな美味しいもの食べれると、これ仕事だったら本当にいいね。うん。はい。毎日やりましょう。うん、これが仕事。ね、このベータリッチ人参の、ね、美味しさをどんどん伝えていきたいと思います。はい。また食レポ投稿します。ではまた。またね。あ、またね。真剣に食べてた。